田村文彦は日本の実業家で元サッカー選手。ロシアとの民間交流団体、オポラロシア福岡の会長で在日ロシア連邦大使館より名誉領事に任命されていた大阪府高市市出身。明星高等学校を経て、早稲田大学第二政治経済学部を卒業。大学時代まではサッカーを行い、ユース。 日本代表に選出されて1959年の AFC ユース選手権1959にミッドフィルダーとして出場した。川淵サブローとはチームメイトだったという。大学卒業後はダンロップに3年間勤務した後、父の経営する輸入車販売店に入社した。中古車オークション事業を父の知人と立ち上げて USS の創業に参加する。USS では、 代表取締役副会長まで務め、2014年6月に退任。その後相談役を2年務めた後に USS から完全に退いた。2016年7月にロシア連邦より名誉領事に任命される。移職自体は前年11月になされていたが、実業界から引退してから拝命したと述べている。ABCDE 田村文彦ストーリー。 オーポラロシア、登録活動記録ドラマ片村さんが、協賛金村方氏へ第1号。毎日新聞。https コロン、スラッシュスラッシュ mainichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20170628スラッシュ ddl スラッシュ k40 スラッシュ040スラッシュ 566000c2018 年10月21日閲覧。 A, B, C, D, E, F, G 名誉領事略歴、福岡県庁 AB 第1回アジアユース大会、日本代表のメンバープログラム、日本サッカーアーカイブ代表取締役及び、取締役の移動並びに、取締役の移植変更に関する、お知らせ、USS。ありがとうございます。